建内の市場に置かれていたデモステネスのヘルマ、ポルエウクトス作、紀元前280年頃、グループトテイク裏。ヘルマは石もしくはテラコッタ、聖堂でできた正方形あるいは長方形の柱。柱の上にはヘルメースの胸像が乗っており、通常はあのげを生やし、さらに柱の部分には男性の生殖器がついている。 古代ギリシアの神ヘルメースの名はこのヘルマに由来するという説があり、一説にはヘルメース神は商人及び旅行者の守護者としての役割を担う前は生殖力、運、街道と境界と関連したファルスの神であった。様々な種類のヘルマヘルマは街道と境界の境界線を示す目印として使われた。他にもアテー内では幸運を招くよう家の外に置かれた。 この名信は、例えばブロンズのイノシシ像、ポルチェリーの、その他の類似のものに受け継がれた。イノシシの花とヘルマの陰景が輝いているのは、幸運、または多産を願って触られるからである。ペロポネソス戦争の間の紀元前415年、アテーナイ艦隊がシラクサに向けて出版しようとする、前夜、アテーナイ中のすべてのヘルマが破壊された。これは、恐ろしい不信心な行為で、 多くの人々は遠征の成功を脅かすものだと考えた。白草か、もしくは、アテー内の戦争に反対する、恩恵派による、破壊活動だと信じられ、実際に、アルキビアデスが、事件の首謀者として訴えられた。アルキビアデスはそれを否認し、裁判を受けると申し出たが、アテー内の人々はこれ以上の遠征の中断を、望まなかった。しかし、 アルキビアデスの聖敵たちは、アルキビアデスが遠征で、アテー内を離れて、不在の時にヘルマを破壊した罪並びに、エレウシスの悲疑を冒涜した罪の両方で、アルキビアデスに死刑を宣告した。ありがとうございます。